はい、こんな感じで、今ね、あのお風呂の、浴室の、更衣室に入っているんですけど、ここね、なんかちっちゃいと思いませんか？実はね、ここはあの個人で入れるところなんですよ。っていうのも、部屋じゃなくて、公共ではあるんですけど、まあ、そんな集団で入ったりはしない。だから、まあ、家族一人とかね。あるいは、一人で来た人は、一人で、自由に入れるみたいな感じで。っていうことで、できます。はい、そんな感じですね。では、ここは、一人で入るとこなんで、こんな感じで見ていただけると。こんな感じでね。一人で入ることができるっていう感じです。一人で入って、ゆっくり話したいことができるっていう感じのことが結構でも実は露天風呂もあるんですよね。露天風呂もう個人で露天風呂にも露天にも入れるっていう感じですか。イルミネーションでしょ。露天風呂にもね、入ることができます。こんな感じですね。はい。ここの他にもね、普通の大浴場とかもあるんでね。両方入ることもできるし、あるいは、どっちかね、どっちか一つにしたいってなると、個人風呂か、大浴場かどっちかっていうところがあります。なんで、どっちかにしようとかっていう、そういうね、決まりは、ありません。ここ露天風呂なんでね、あんまもう暗いんで見えないんですけど、こんな感じです。という感じです。以上、お風呂の説明でした。